皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、小関啓一でございます。見てください、このタプタプ顔。はい、ですね、今日も始まりました、小関啓一競馬予想 TV です。1週間1回は必ず出てきますんでね。ぜひね、ご視聴していただけたらと思います。現在はですね、8月19日、午後、今何時だ、ですね、午後4時50分からお送りしております。この動画のですね前にですね、北九州記念の動画もですね、アップしておりましたので、ぜひともね、そちらの馬券のねご意向にもしていただけたらと思います。ということで、ですね、今回の競馬予想動画はですね、我が町札幌競馬場で行われます札幌記念でございます。でですね、僕がね、ちょっとね、今ね、超ウキウキしてるんですけども、念願の、北海道に住んで約5年なんですけども、念願の、札幌競馬場に、あさって行ってこようかなと思います。現地に行ってね、超久しぶりなんですね。3年前かな ?3 年前、なんか札幌競馬場なんか改装して、ちょうどその時にね、田舎からばっくれて、我が町の田舎からばっくれて札幌に来た時に、札幌競馬場行こうと思って、そしたらちょうどその時にね、なんだ、改装して、あれなんですよ。はい。こんなね、あれをもらいました。こんなんです。はい。見えますでしょうか、これ。こんな。で、この時2014年7月26日ということで、グランドオープンということで、はい、リニューアルオープンですね。はい。その時に行って、まあ、その日はなんか、ちょんちょんで帰ったんですけどもね、それ以来、行ってないです。はい。一回も行ってないです。まあ、仕事がね、トラックの運転手なんでね、日曜日、大体ね、日曜日の、もう、ほとんど仕事なんですよ。うん。もう、今回は、お盆休みということで、休みもらったんですけども、日曜日は大体仕事なんです。はい。なのでね、ちょっとね、日曜日はもうね、思いっきってね、向こうでもう、はしゃぎ来ようかなと思いますね。はい、じゃあ、ということで、早速、予想します。はい。8月21日、第52回、札幌記念 G2 でございます。夏競馬 G2 でございます。はい。札幌11です。芝2000メートルですね。某サイドでですね、一応説明書見たら、この2000メートルですね、天皇賞やら何やら、大体芝のね、この中距離戦のね、レースっていうのはね、結構ね、大物がね、本当に出てきますんでね、はい。とりあえず予想は難しいんですけども、はい。僕はですね、一応今回の予想はですね、推奨馬っていうか気になる馬って言いますか、はい。これと、モーリス、ヌーボレコルトと絡めたらいいんじゃねえかなっていうの感じで、ちょっと選んでみました。はい。7番山勝エース、13番ネオリアリズム、5番ロジチャゲスでございます。はい。まあ、そうですね。山勝エース、僕、結構、宝塚記念もしたんですけどもね、まあ、ちょっとね、不良馬場っていうか、まあ、なんかね、やや重だったみたいでね。なんだろう。まあ、それとも相手がね、めちゃめちゃ強かったのか、お前の実力がまだなかったのかということでね、押しては見たんですけども、まあまあまあ、やってくれましたということで、今回は再始動っていうか、まあね、まあそれはなんかまあね、とりあえず割引っていうか、まあ G1 レースなんでね、はい。なんだろう。まあ中山金杯のね、走りをね、見せてくれたら、勝てるんじゃないかと思うんですけどもね、はい。とりあえず、そうですね、山勝エース、まあ4枠7番なんでね、僕のね、ラッキーナンバー、7月15日誕生日なんですけどもね、7月ということで、ラッキーナンバー7ということで勝負していきたいと思います。で、13番ネオリアリズムのクリストフル・メール騎士ですね。函館記念6着ですけども、まあまあまあ、やや重だったんで、でも、あ、そうなんですよ。今回、札幌をですね、明日土曜日、とりあえず午前中雨降るような予想ですね。うん。まあ正直僕の家からちょっと札幌競馬場まではちょっとね、離れてはいるんですけども、まあ、日曜日ね、スカッと晴れてくれれば、まあ、3時ぐらいまでには乾くんじゃないかということで、多少ね、ちょっとね、ババもね、気になるんですけどもね、まあ、一応、そんな感じですかね、はい。まあ、両ババだったら、ネオリアリズムもちょっとね、チャンスあるんじゃないかなと、はい、
思います。で、ロジチャリス、はい、5番、5番ロジチャリスですね、これですね、はい、ロジチャリス、はい、エプソムカップが、2番人気ながら4着ということで、まあまあまあ、いいとは思います。ルージュバックですね、はい、ルージュバックなんでお前が G3 に出てんだみたいなね感じなんですけども、まあでもね、実力的にはね、構想してますんで、その前もですね、オープン1600万と1着1着ってきてるんでね、それからの4走、それからの4着構想ということで、チャンスあるとは思います。はい、でずっとね、僕ね、ロジチャリスってなんかね、昨日から見てるんですけどね、昨日っていうか、なんか登録バーのあれから見てるんですけどね、なんか気になるなっていうのがありますね。はい、まあ皆さんは信じるか信じないかはあなた次第ですただちょっと僕ロジチャリスまでちょっとなんか頭ね離れないですよね。はい、何かあるのかな、まあ極端なやつはあるのかないのか、まあこれはね言ってしまえばあれかもしれないですけども、僕昔ジャストウェイだよヒヒヒってやってたんですけど、ジャストウェイが2013年の天皇賞秋に出てきた時に、僕その時まだコンビニでバイトやってたんですけど、コンビニのその入り口に競馬新聞立ててあったんですけど、それを見た時にユーマですよ、それを見た時にパッと目に入ったのがジャスタウェイだったんですね。で、あ、これジャスタウェイだと思って、ギャーギャー騒いでたんですよ。で、いざその当日になったら、ジャスタウェイが一着来たっていうね、なんかね、そんな感じがするんですよ。はい。あ、したんですよ、その時は。だから今回もロジチャリスあるんじゃねえかななんてのは思ってはいるんですけどもね、信じるか信じないかはあなた次第です。で、あとはですね、まあ、要はまあ、このね、3頭からね、どうやって馬券を買っていこうかなと思うんですけど、まあ、モーリス絡めたり、ヌーボーレコルト絡めたり、まあ、こいつらを3着狙い、ヌーボーレコルト、じゃあな、モーリス、ヌーボーレコルト3着狙いとか、まあ、他にもですね、ハギのハイブリッドとかですね、そうですね、あと、スーパームーン、これ、AJCC、アメリカンジョッキーカントリークラブって俺いつも言っちゃうんだけど、いいのかな、ね。アメリカンジョッキークラブカップか。カントリークラブって俺いつも思っちゃうんだよな、これな。ほんとな。まあ、2着なんですよ。はい。まあね、冬場と違ってあったかいんでね、どうなるかわかんないですけども。で、あとはですね、レッドリベールとかですね、全然まあ、クイーンステークスで8番人気なら4着で、まあ、ね、牝馬戦は今勝っては来てるんですけども、一応前走は4着ということで良かったということで、はい。難しいですね、やっぱりね、これ G1 級、ね、夏競馬のもうほんとね、G1 って言ったらね、もうね、ほんの過言ではないっていうね、感じなんですよね。ね、G2 ですけどもね。ほんとにね、ね、ハープスターとか、2年前かな、ゴールドシップ来たの。ちょうどその時もね、仕事でね、休み取れなくてですね、行けなかったんですよ。はい。ああ、来る人、ハープスター来る、いやー、行きてえなーと思ったんですけど、なんだっけ、その時ちょうどね、仕事始めだったんで、その日休ませてくださいって言っても、なんかね、やっぱりね、暗黙の了解っていうかね、もうね、こう、勤めた最初の1週間ぐらいはやっぱ休めないですよね、仕事を覚えるためにね。言いにくいじゃないですか、はい。だから僕もね、そういうタチなんでね、なかなか言えなかったということで、はい。行けなかったんですよね、ゴールドシップとね、ハープスターを見にね、はい。僕ね、でもね、モーリス、はい、今回見に行きます。はい。でも全然応援はしてなかったですから。こんな強い馬だったっけみたいな。マイルチャンピオン、香港マイルとかね、勝ってますよね。Cマイルって何ですか、これ。チャンピオンズマイルって何か言ってたかな、なんか。はい、安田記念2着ということでね。モーリス、俺、勝ってなかったと思ったんだけどな。確か、ウィンバリアシオンかなんかと勝ってたんだけどな。はい。何なんだっけ、スラボニータから僕行ったんですね、そういえばね。宝塚ね。あ、いや、安田ね。はい。まあ、ということでですね、まあ、ぐだぐだなまたね、動画にはなってしまいましたけども、とりあえずですね、日曜日現地に行って、久々に、競馬場のね、興奮をね、味わっていきたいと思います。はい。そうですね、とりあえず、馬券をどういう風に買うかは、まあ正直こうやって予想は立てたんですけども、モーリス、ヌーボーレコルト絡めて、山勝、このね、3頭とか、それからお前らを切って、はい、ヌーボーレコルト、モーリスを切って、
他をね、行った方が多分あれかな、馬券的には多分配当的には高いと思います。はい。まあ、とりあえず言いたいこと 言い切ったんで、はい。とりあえず、これで、もうね、10分過ぎてしまったんで、これで、小関圭一競馬予想動画、終わりたいと思います。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。ですね、もしかしたらちょっとね、重要なお知らせをね、この次、動画でアップするかもしれません。もしよかったら、そちらの方も見てください。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。